逆光は、トマス・ピンチョーンの長編小説。2006年に出版され、著者にとって最長の作品である。日本語訳は2010年、木原義彦の翻訳で新潮社から出版された。飛行船、不都号による偶然の仲間探しを絡めながら、1893年のシカゴ・バンコク博覧会から第一次、世界大戦直後までの時代の流れを描いている。 世界各地を舞台とし、登場人物は100人を超える。現代のアゲンストザデーは、裁きの日に備えてという意味で、聖書やジョン・ミルトンの失楽園などの文学作品に登場する。本書の最重要テーマの一つは、光や写真術であり、これと関連した文脈にフランス語で、コントレ・ジュールという語がある。これを英語に直訳すると、アゲンストザデー。 デイライトであり、日本語では逆光を意味する。アゲンストザ・デイには自流に逆らってという意味もある。無政府主義の爆弾テロ一家を中心に据えた本書は2006年に刊行され、対テロ戦争には来たつ2000年代アメリカの自流に逆らっている。以上3つのうち、どの意味が出るような役題にすればよいか、日本語版の翻訳者の木原が、 ピンチョン本人に尋ねたところ、逆光の意味が出るようなタイトルが良いとの回答であった。ありがとうございます。